曜日、時刻は夕方6時を回りました。こんばんは、吉岡里帆です。今週はスペシャルです。素敵なゲスト、プレゼントをご用意してお送りします。はい、まずゲストにお迎えするのは俳優の磯村勇斗さん。磯村さんは2015年にドラマ仮面ライダーゴーストに出演以降、 NHK 連続テレビ小説ひよっこ、ドラマ今日から俺は、映画東京リベンジャーズなど、心優しい料理人から突っ張りまで幅広い役を演じられています。俳優磯村勇斗さんは一曲お送りした後ご登場です。また後半はグッドリビングカレッジ、毎月2週目はフラワーアーティストの前田由紀さんです。今回は暮らしに寄り添う花瓶選びをテーマに伺いました。今日も最後まで心地よい時間ご一緒しましょう。吉岡里帆がお送りしている UR ライフスタイルカレッジ。さあ、ここでプレゼントをご紹介します。今回は果実のロマンを感じられるフルーツソルベをご用意しました。選んだのは東京銀座にある全国えりすぐりの果実を贅沢に使ったアイスクリーム専門店、ポワール・デ・ロワ銀座のフルーツソルベの詰め合わせです。実は先日この番組で J-WAVE のナビゲーター堀口美奈さんが、新しい感覚で先進的なアイスの世界が堪能できますよとご紹介してくださったあのソルベです。いやー、これは私もずっと気になっておりました。食べたいなと思う、もう夢にも見たようなアイスなんですが、今回は魔法のリンゴポンム、ジューシーで濃厚な甘さの完熟マンゴー、甘酸っぱく爽やかでみずみずしいキウイ、焼き芋そっくりな紅はるか、ほんのり桃の香りが特徴のピーチパイン、5つをセットにしてお送りします。最高の素材をシンプルかつさらに味わい深く仕上げたソルベ。スタジオには魔法のリンゴポンムがあるんですが、実はさっき私先に食べさせていただきました。いやー、まず見た目ですね。本当にお話にあったようにリンゴそのもので、なんかリンゴそのまま凍らしちゃったんじゃないのっていうぐらい、もう一見リンゴなんですよ。でもほんのりと上品なリンゴシャーベットの香りがしまして、私のシャーベットの概念が少し変わりましたね。シャーベットっていうと割とこうサクサクしてて、ちょっとこうシャリッとした食感のイメージだったんですけど、これはアイスクリームっぽいこう滑らかな感じで、味わいもミルキーさのあるシャーベットなんですよ。なので、まあ、まずこう舌触りがいいので一瞬で溶けちゃう柔らかい感じがあって、あとこうフレッシュな感じ、生のリンゴを凍らしたでは絶対に出ない香り豊かなフレッシュ感っていうんですかね、そういう味わいで、そして甘さもしつこくなくさっぱりしていて上品な味わいでした。今回はポワール・デ・ロワ銀座のフルーツソルベの詰め合わせ5個セットをなんと3名の方にプレゼントいたします。応募キーワードは後ほど発表しますのでお聞き逃しなく。 UR ライフスタイルカレッジ、吉岡里帆がお送りしています UR ライフスタイルカレッジ。ゲストは俳優の磯村勇斗さんです。今日はリモートでご登場です。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりです磯村くんはそう共演してるんですよ、うん、実はそうなんですよね、はい。一番初めの共演は時効警察でしょうか。時効、うん、警察も2年、3年ぐらい経つのかな。あ、もうそんなに経ちますか。もう経ちますよ聞くところによると、昨日9月11日が29歳のお誕生日を迎えられたということで、おめでとうございます。ありがとうございます。いや、一足先に、29歳、うん、そう、同年代っていうかもう同い年、うん、同い年だね。ね、同い年として29歳、どうですか29歳への思い、ね、実感ないんだよねやっぱ20代になってからこう年を重ねていくことにあまり意識がなくなってきたというか、
もう特に28とか29ってもうあんま壁がないから、うん、実感がないんだよね。そうか、もうなんかこう最後の20代だからやっておきたいこととか、うん、なんかありますか？20代なんかどうだろうね。10代とかだったらね、そうなんかいろいろあれだけど、うん、20代の最後ってなんかまだ全然始まったばっかりって感じが私は個人的にするんだけど、うん、うんうん、うん、いやそうなのよ。だから30になってもまだまだいろいろ挑戦できるし、うん、なんかやり残したことないなっていうのは正直あって、いやでも正直旗から見てると磯村くんはもう本当にこんなにジャンル広いっていうぐらい仕事の幅が本当に広いイメージがあって、うん、こんな役もするんだみたいな。そうだ ね、 ね、幅広いかもね。広い感じがすごいするから、うん、確かにやり残したことなさそう。あらかたやってませんか、うん、だって意外とやってる風に見えて、うん、俺だって医者とかやってないからね、いわゆる王道のところ、うん、そうそうそう、弁護士医者なんだっけ、っ役者が絶対しなきゃいけないけどするとすごい大変って言われてる三大職業、うん、セリフが、そうセリフが多いっていうのと、その専門用語が多いのでセリフに苦戦するっていうので、医者、弁護士、あとなんだっけ、刑事、警察かな、警察かな、警察かな、警察は難しいもんね、うん、じゃあでもまだ全然あれですね、うん、まだピンときてないっていう感じですかね、29歳とはいえ。全然きてない。うん、祝われてもやっぱりありがとうっていう感謝の気持ちしかない、ね。うん、とりあえずありがとうねっていう、そうありがとうって言われてくれてありがとうっていう感じだね。なるほど、そうですか。そうですよ。でも本当におめでとうございます。ありがとうございます。では、まあ、そうですね、共演した時になかなか現場では聞けなかった磯村さん、うん、ご自身のお話もいろいろ伺わせてください。はい、まずご出身は静岡県です。子供の頃はどんな少年でしたか？子供の頃はね、すごくやんちゃだったって言われてたね。はい、すごいなんか商店街育ちなんですけど、町の、はいはいはい、地元の、いいですね、なんかそうなんですよ、そこのなんか商店街を一人で、うんうん、熊の車、うん、おもちゃのガラガラこう、はい、足で、はいはいはい、あれに乗って騒ぎながら、うん、叫び声を出しながら走ってたっていうのはすごい周りの人から言われてる、そんな子だったよみたいな。ちっちゃい時からめちゃくちゃ目立ってますね。目立ってたね。なんか多分我慢できないんだろうね、とどまるってことが昔は。そうだからよくね騒いでてうるさかったと思う、この頃は。いやなかなかの活発具合ですね。そう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 。そしてそんな少年が中学生の頃に自主映画を制作されてますね。私びっくりしたんですけど、うんうん、撮影、監督、主演、そうそうそう、全部やってるんですよねこれ。そう、もう本当バカなことやってますよ。ちょっと内容も調べさせていただいたんですけど。はいはい、ハイジのねお話なんですよね、うん、そうですね、現代版ハイジ、沼津のハイジの話で、うん、ハイジ役をされたということで、うん、もうこの頃から役の幅の広がりを感じます。いやチャレンジャー、チャレンジャー磯村くん。いやでも、ね、こうきっかけとかがすごい気になったんですよね、うん、中学生ってうん、なかなかそういう自主映画とかを作ろうっていう場所にこう触れ合える場所がそんなにないんじゃないかなと思ってて、うんうん、これはなんか自分の一個上の先輩が同じように友達同士で映画を撮ってたんですよ、はい、でそれを見てて、わ俺もなんか映画わかんないけど作ってみたいと思って始めたのが、うん、まあ、きっかけ。へえ、じゃあもう身近にそういうちょっとクリエイター気質というか、うん、まあ、今ではねもう小学生が YouTube やったりとか、うんうんうん、なんかこう映像を作ることに対してすごい近いけど、当時まだそんなにこう動画を作るっていう意識がある子供ってそんなたくさんいるかなって思ったんですけど、いい環境にいらっしゃったんだなとも思いました、うん、そうですね、うん、しかもその先輩がね、ちょっと自分の憧れてる先輩だったんだよね。あ、そう、かっこよくて、身長も高くて、で、
バスケット部の先輩でもあって、うん、すごい上手かったし、はい、でその人がなんか映画作ってるから、うん、それに意識が芽生えた時期ですね。もうね、意識、いやもうやっぱ中学の頃からまあ俳優にはなりたいなとなんとなく思ってはいたんだけど、はい、高校生になって17歳ぐらいかに、うん、あの劇団、自分の地元の劇団に入って、そこでお芝居を学んでから、うん、もう本格的に、あ、この仕事で行こうっていうのを強く思ったかな。なるほど。うん、はじめ、地元の、それこそ年配の方がたくさんいらっしゃったっていう劇団に直接電話されたってエピソードがすごい好きなんですけど、うんうん、あれもいいな、いい話だなって、未だにそこでお芝居の稽古を一緒にしてた方々が今でも磯村くんのことを応援していて、うん、で作品を見て感想とかちゃんと言ってくれるっていうのが、うん、あ、すごいいい関係性だなと思いました。いや本当にね、それはやっぱ俺ももうあそこの劇団がなかったら多分今の自分もないし、うん、俳優としてもここまでできてなかったなって思うし、うん、やっぱね、本当なんていうか初心に戻れる場所っていうのかな、うん、で今でもね連絡くれて、結構当時演出してくださってた人とかは、はい、なんかまだまだだねとかっていう意見があったりして、うん、結構厳しくね、うん、言ったりしてくれてるから、ちゃんと言ってくれるんだ。そう、それがまた嬉しいんですよね、うん、でも本当にこういう存在って、私もその子供の頃からもうでも英才教育で芝居してたみたいなタイプではないので、うん、それこそちょっと磯村くんと共通点があって、うん、初め友達同士で自主映画の学生が作ったりしてたりとか、うん、あと小劇場立ってたりとか、うん、こういうスタートの仕方でもこう未来は切り開いていけるんだみたいなのが、うん、しかも同年代でそういう役者さんがいらっしゃるっていうのが、なんかこう、まあ、ちょっと嬉しいじゃないですけど、うん、こういう切り開き方もあるんだよっていうのを、それこそこれから多分後輩もできていくのかなとか思うと、まあ嬉しいなってちょっとふと思いましたね、磯村くんのことを見てる。だからなんかちょっとその事故の時も感じたけど、うんうん、泥臭いよね、吉岡君。その、まあ、そうですね。なんか根に眠ってるものが、やっぱりすごくお芝居好きだし、うん、その舞台とかも見させてもらっても思うけど、やっぱりすごく、ね、ちゃんと真正面から向き合ってるから、すごく、そのね、自主映画やったり、舞台立ってたものが、やっぱ、なんかただ表で、なんて言うんだろうな、うんうん、ね、キラキラしてるだけじゃなくて、うんうん、ちゃんと自分の心の奥にしっかりと女優としての魂みたいなのがあるから、うん、それはすごく、似てるし素敵だなって思いました。嬉しいですね、うん、雑草精神は本当大事にしたいなと思ったそう、全くMe Tooでございますいや本当でもなんかどこでもね生きていけるし、本当に自由だし、まあ、強くね、こう頑張ってれば必ず本当にいろんな作品に巡り合えるチャンスはきっとあると、しかも未だにそう、磯村くんのインタビュー見ててすごい、うわ、わかると思ったのが、絶対満足しない、むしろちょっと焦ってやってるっていうのがすごい共感しました。でそういう精神状態に置いとかないと良くないって思ってるっていう冷静な見方もすごいこれわかるなと思いながらでもそう言われても確かにそうだね、満足しないもんね、いつもカット終わるとさ、いつも不安な顔してないそう、なんかもっと他にやり方あったんじゃないかなみたいな、なんか追求するよね、なんか疑った方がいい、なんかむしろ、よしやってやったみたいな、うわ、なかなかできないな、いや、わかる、そうなんだよ、そういう人にちょっと憧れたりもしますけどね、うんうん、あ、そのねそうそうそう、そういうマインドっていうか、うまくできたみたいなね、なんか、今僕入りましたよみたいな、現場とかも、僕今現場にいますよみたいなオーラが出る人とかは、わ、いいなって思いますけど、なかなか、まあそうはなれないですけど、ではまあ本当にプロデビューされて、まあ転機になったじゃないですけど、磯村さんにとって、ああこれは本当にやれてよかったじゃないですけど、まあどの作品もそうだと思うんですけど、印象に残ってたりとか自分の転機になった作品はありますか？まあ本当にね、難しいけど、やっぱり
仮面ライダーは自分にとってすごい大きな転機だったのかなって思っていて、まあそれまでは全然そのオーディションも勝ち取ることできなかったし、うん、ドラマとかに出ても本当に小さな役しかやってなかったんですけど、まあライダー、仮面ライダーやってから、本当そこが始まりでどんどん朝ドラにもつながったし、うんうん、でそこからさらにっていう風になってったんで、やっぱりライダーは本当やってよかったし、もう原点になるのかな。あ、そう、うん、私そのライダーは経験ないんですけど、うん、すごいライダーもいいなと思うんですよね。あのめっちゃ大変っていうじゃないですか、でも現場が、うん、あと1年通してやるからほとんど朝ドラでヒロインの子で10ヶ月うんうんうん、で大河ドラマで1年、まあ、半くぐらいとかっていう中で、うん、仮面ライダーって本当に1年通してずっと同じ役やって、なおかつイベントとかもあるって聞いたんですけど、うんうん、大変じゃなかったですか、撮影とかは。いや大変でしたよ。そうですよね。本当にイベントも入れるとそれこそ1年半ずっと同じ役と向き合わなきゃいけなかったし、うん、ドラマ撮りながらもなんかスピンオフの映画だったり、劇場版を撮ったりとかっていうので、うん、初めてのまあその新人俳優にとってはもう目まぐるしい日々なわけですよ、うん、で撮影終わったらアフレコしに行かなきゃいけないしみたいなのあったりして、うんうんうん、だから本当に基礎をすべて学べる場所っていうのかな、うん、あだから一度に、うん、で監督もやっぱ厳しいからお芝居に対しても、うんもう一回もう一回こうじゃない、うん、ああじゃないっていうのを教えてくれるし、アクションも学べるから。あ、確かにアクション大きいですね。大きいね。だから役者として必要なスキルを一度に一気にこう学べる、うん、が良かったですね。はー、すごいな、うん、ではその役者を始められたばかりの頃、20代前半と今、うんうん、役との向き合い方って変わってきましたか？これでもなんだろうな、なんかやっぱり劇団育ちだから、うんうん、舞台育ちだからこうやっぱりどれだけその役と作品をこう作り込んでいくかみたいな、やっぱ稽古してどんどん作り上げるじゃないですか舞台は、はい、その癖があるからドラマとか映画とかまあねそういう映像の方でも同じように作ってって、でそれを現場でやると、あの、濃すぎるっていうのか。やりすぎちゃうっていうのか。ああ、追求しすぎちゃう。うん、そうそうそう。そんな表現いらないよみたいな。無駄なことが、無駄じゃないんだけど、絵として見ると無駄が多いみたいなのが、結構最初はあったから、それをどんどんまあ作品を重ねるごとに削ぎ落としてって、まあ今は割と、何も持ってかないで現場行くみたいなスタイルにした。うん、ああ、なるほど。そうか、そういうことが生じるのか。そうそうそう。まあね、合う合わないもあると思うけどね、監督とかその作品のね、世界観に。でも確かにいろんなアイディアとか、自分はこう読んだっていうのを持ってても、うん、ああ、いい、そういうの。ってなるの確かにある。あるじゃん、うん。ある。なんかもう演出家の人がもうそういうものも、そもそも求めてないっていうか、生々しさとか求めてないとか、うん、なんかもっとポップで、こう、キュートな方がいいとか、うん、キャッチーな方がいいとか、は確かにそういうシチュエーションはたくさんある気がする。そうなんですよ。だからね、まあ、結果的には、両方できた方がいいと思って、っているんだよね、うんうん、その場に合わせてやっぱ変化させていくのが、うん、まあ俳優の仕事の一つでもあると思うから、だから今どっちかというとそっちじゃない、うん、なるべくそうなんか生っぽさというか、はい、自然体を求めてやってるけどね。UR ライフスタイルカレッジ、今日のゲストは俳優の磯村勇斗さんです。この後も引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。 UR ライフスタイルカレッジ、吉岡里帆がお送りしています。今日は俳優の磯村勇斗さんにリモートでお話を伺っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではここからは東京の街、一番触れてる街みたいなところを聞いていきたいなと思ってます。まあ、思い出に残ってたりですとか、まあ、好きな街教えてください。僕はねやっぱりね下北沢だった。やっぱり演劇の街、うん、演劇の街下北って本当面白いんですよね。本
当面白い街だと思う。カルチャーが混ざってるじゃないですか、人も含めて本当に濃い、濃い。だからもうなんだ、地元に行った時からすでに下北沢が好きで、うん、それももともと古着が好きだったっていうところから入ったんだけど、うんうんうん、だから地元から東京行く時は必ず下北沢に行くっていうのは決めてて、うんうん、で東京来てからもやっぱり下北沢のことを忘れられなくて、うん、しょっちゅう下北に遊びに行って、カルチャーがいろいろ溢れてるよね。溢れてる、うん、もうこうカオスというか、うん、うん。けど人はみんな温かいし、一、うん、人でも全然こうね、迎え入れてくれる人は多いから、そうですね。いい街ですよね。うん。うん、とありがとうございます。後半は磯村隼人さんのライフスタイルについて伺っていきます。快適に暮らすために心がけていることはありますか？心がけていること。うん、なんか、部屋に日の光はやっぱり入れたいなって思っていて。ああ、大事ですね。そう。だから、窓側にちゃんと太陽が向く方を選ぶかな、ちゃんと。ああ。じゃあもう引っ越す時点でそこ結構大事ですね。物件選びっていうか。そうそうそう。日当たりは重視してるかもしれない。あとね、観葉植物はね、置いてるね。うん。大事。うん、緑あった方がいいなと思って。どういう植物置かれてるんですか？僕はね、なんだろうな。もうほんとちょっと様々なね、植物。うん、様々なって言うともう意味わからんけど。まあ、わかりますよ。もう名前がちょっとよくわかんなくなってくるっていうね。そう。まあ、モンステラとかパキラとか、うんうんうん、まあ、定番なものが多いかもしれないかな、はい、うん、置いてるかな。いいですね。そう、外ベランダに置いたりもしますか？基本全部家の中ですか？家の中は基本だけど、うんうん、ちょっといずれはガーデニング やりたいなと思ってて。おー、いいですね。お花とか食べ物とか果物育ててみたいなっていうのは、うん、めっちゃいいと思います。レモンおすすめです。あ、レモン育ててる。うん。私はもうすごいどんどん株が増えてって。うん。で、あと山椒。山椒。ぶどう。うん。で、あとローズマリー。うん、うん。あと簡単って言われてるのがやっぱレモン、バジル。レモン、バジルか。そう、バジルも。なんかそれ聞くよね、バジル。すごい簡単みたいな。じゃあちょっと、簡単なものからまずやってみようかな、一回。すごいいい。なんか収穫して現場とか持ってったら、なんか何気に喜んでもらえて、うん、なんかすごい嬉しい気持ちになるし。作ったの、育てたのってなるもんね。そうそうそう。それもいい気がします。いいですね。では、ライフスタイルにまつわることで好きなことは何でしょうか？俺ね、割とね、部屋のお掃除は好きかも。お、いいですね、うん。お掃除が好きっていうのは。そうそう、毎日朝起きたらね、はい、やっぱ掃除機かけちゃう。あ、素晴らしい。そう、そんなかけなくていいだろうと思うんだけどね。いや、でも全然それ、うん、なんかすごいいい習慣な気がします。帰ってからやるってなると、うん、ね、そう、疲れてるしね。ちょっと疲れてるけど、朝一でね、綺麗、うん、な部屋にして出発っていうのは、うん、そうそうそう。帰ってからも気持ちいいし、うんうん、脳がね、起きるのよね。やっぱ動くから、ちょっと。だから、なるべく習慣づけてやっていきたいなと思ってて。へー、いい習慣ですね。そう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 。では最後にですね、暮らしの中であったらいいな、欲しいなと思うものありますか？僕だ、間接照明をちょっと今部屋置いてなくて。うんうん、ああ、一つぐらいは欲しいですね、リビングが。そう。欲しいなと思ってて、うん、それはなんかね、夜逆にね、そのメインの電気消して、うんうん、ちょっといわゆる寝るまでの間の時間を暗い中で過ごしたいなと思ってて、うんうん、間接照明今欲しいんですよね、うんうん、なかなかね、いい、なんかいいの見つけるまで時間かかりませんか、家具って、うん、家具はね、やっぱ時間かかるし、うん、まあ特にお店にね、行って実際のものを見る方がやっぱ愛着湧くし、サイズ感わかるけど。それ。ね、うん。ネットで見ると難しいんだよね。難しい。全然違うの来るもん。サイズ感とかイメージ、ね。そうそう、ね。サイズが違う、とにかく。わ、うん、かればいいんだけど。素材とかもね。そうですね。うん。ちょっといいの見つかるといいですね。そう、ちょっと探します。うん。ありがとうございました。ありがとうございます。
今日はいろんなお話ししていただきました。そして、はい、磯村さん、今年は舞台にも出演されるんですよね。そうなんですよ。12月6日から、始まるんですが、シアターコクーンでやります、はい、舞台、はい、泥人形。もうめっちゃ楽しみ、はい、ありがとう。もうめっちゃ楽しみ。多分今日本で一番楽しみにしてるの私なんじゃないかなぐらい楽しみにしてます。いやもう、ね、興奮度がすごい伝わってくるもん。すっごいずっと楽しみにしてて、うん、唐十郎さんがすごい好きなんですよ。なんかね、それ、うん、なんかインタビュー見たことあるわ。あ、本当ですか。すごい好きなんだよね、母さんね。すごい好きで、で、宮沢りえさんも、うん、風間森夫さんも、風間森夫さん最近共演してたのもあったりとか、うんうん、あと宮沢りえさんは、もう本当にお芝居、舞台見に行きたくなるというか、うん、もう、ね、出られる。で、磯村くんがこの、とんでもない舞台に挑戦される。やっぱ同年代の人がこういうちょっと難しいと思うんですよね、うん、すごい難しい題材がこんな難しい戯曲に出るっていうだけでめっちゃテンション上がりますね。嬉しいね。本当にすごい楽しみです、うん、まだ今だ今俺笑ってられるけどこれから笑えなくなってくるときっとまた新しい一面というか、うん、そうね、うん、これはちょっと一つ俳優としても挑戦の、うん、挑戦しなきゃいけないなと思ってるし、自分のなんかこの29年間のなんか全てをちょっとここで試したいなと思っている、うん、めっちゃ楽しみです。これでもう俺の俳優人生どうするかを決まるぐらいの覚悟で。めちゃめちゃプレッシャーかけて。いや、でも、いや、でもやっぱシアターコクーンでこの内容でこのメンバーでってもうすごいですね。本当に楽しみだし、うん、かっこいいんだろうなって、もう予感がすごいする舞台って感じがしています。皆さんぜひ舞台、泥人形、文化村、シアターコクーンで、これは時期はまだ。時期は12月。うん、大丈夫か。12月6日からですね。29日まで、上演されます、はい。ぜひ皆さんチェックしてください。お願いします。はい、ゲストは俳優の磯村勇斗さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。UR ライフスタイルカレッジ、吉岡里帆です。ではここで今回のプレゼント。全国えりすぐりの果実を贅沢に使ったワンランク上のアイスクリーム専門店。ポアールデロワ銀座のフルーツソルベの詰め合わせ5個セット。こちらの応募キーワードを発表します。キーワードはロマン、感じまくりです。ロマン、感じまくりです。はい、いや本当に果実のロマンを感じられるということだったんですけど、もう本当に感じちゃいましたね、フルーツのロマン。ということで、ご応募は UR ライフスタイルカレッジのホームページからお願いします。右側にあるメッセージフォームから、ちょっとした幸せを感じた瞬間、おうち時間の過ごし方や気分転換方法、あなたの地元の町自慢、また私吉岡里帆への質問疑問など何でも OK です。メッセージも書いて送ってください。名前、住所、連絡先をお忘れなく。たくさんのご応募お待ちしてます。 UR、今回は暮らしに寄り添う花瓶選びをテーマに伺いました。花瓶を選ぶときにまず大事なのが、使っていないときにも飾っておけるような大好きなデザインであること。最近ではインテリアショップでもたくさんの花瓶が売っているので、その中からお花を飾っていなくても楽しめそうな好きなデザインを選ぶと長く大切にすることができます。選ぶ際にさらにポイントになるのが、大きな枝物を飾るときには安定感があって重さのあるものがおすすめです。大きな枝物は重さがあるので意外と倒れやすかったりするんですね。なのでずしっとした重さのあるものを選ぶと倒れにくくて安心して使うことができます。またお花屋さんで気軽に買えるような小ぶりな草花を選ぶときは、口が広くて洗いやすいものがおすすめです。こまめにお水を変えたり洗ったりするので、手が中に入れられるようなデザインを選ぶとやっぱり長く使っていくことができるんですね。この季節に飾るお花のおすすめは、秋の草花の代名詞、ケイトウです。
ケイトウは暑さにも強く秋の風情も感じられるので、ぜひ花屋さんで選んでみてください。ケイトウは赤や緑、オレンジなど暖色系の色が多いので、それに合わせて花瓶も少し暖色系のものを選んであげると合わせやすいです。また花瓶で飾った後はドライフラワーにしてもその色を楽しめるので、長く楽しんでみてください。はい、ありがとうございます。今日は花瓶選びのポイントを教えていただきました。私もやっぱりお仕事柄花束をいただくことがあるんですけど、花束でこう全体的にこうデザインされた花束だとそのまま飾ってあげたいなと思うと、やっぱり口が広い花瓶はすごく重宝するので、私も基本選ぶときは口が広めで底が重めでっていうのは気をつけてますが、以前でも重すぎる花瓶を買ってしまって、運ぶのも大変だし水入れるのも大変で、ちょっと重すぎるのは考えものだなとその時ちょっと反省したんですけども、あと最近欲しいなと思うのはちょっとこうデザイン性が強い花瓶ですかね。割と何でも合うのでシンプルなものばかり選んでたんですけど、ちょっとこうデザインが強いものだと、それこそ系統とかだとすごい色は鮮やかなんですけど、いろんな花瓶に合いそうなお花なので、花瓶がデザインが強くても可愛く飾れるのかなと思うので、ちょっと興味あります。おうち時間をもっと素敵に、お花やグリーンのある暮らし楽しみましょう。グッドリビングカレッジ、今日はフラワーアーティストの前田由紀さんにお話を伺いました。今回の放送、吉岡里帆さんはこう振り返ります。今日のゲストは磯村勇斗さんでした。いや、初めて共演させていただいた時からもう本当に気さくに一緒にお話ししてくださって、めっちゃいい人だなと思ってたんですけど、まあ、今日改めてこうやってラジオでお会いすると、なんでしょうね、まあ、演劇が好きで大事にしてる気持ちだったりとか共通点が出てきて、すごくあ面白いなと思いながら話していました。そして磯村さんが、ね、出演されます舞台泥人形、もうこれ個人的にもすっごい楽しみで、もうずっと楽しみにしてたんですけど、もう風間森生さん、磯村くん、宮沢りえさん、もうどんな化学反応が起こるんだろうかと、もう今からすごくワクワクしてます。まだ3ヶ月あります。長いです。いやー、早く上演してほしいなと、はい、思っておりますね。楽しみに待ちます。そんな磯村さんとの写真もアップされています。番組ホームページやツイッター、インスタもぜひチェックしてください。そして今日は全国えりすぐりの果実を贅沢に使ったワンランク上のアイスクリーム専門店オアールデロワ銀座のフルーツソルベの詰め合わせを3名の方にプレゼントします。改めて応募キーワードはロマン感じまくりです。ロマン感じまくりです。ご応募は UR ライフスタイルカレッジのホームページからお願いします。右側にあるメッセージフォームから送ってください。名前、住所、電話番号をお忘れなく。当選者には番組のスタッフからご連絡させていただきます。皆さんからのご応募お待ちしています。では UR ライフスタイルカレッジ、また来週お会いしましょう。ここまでは吉岡里帆がお送りしました。明日からも素敵な1週間になりますように。